帰ってきました。雨でもうちょっとしたかったですけどね。釣りね、ちょっとした、ね、もうちょっとしたらだって あそこからずっと潮上がってきてたから、あれから多分地合いだと思うんですよ。ね、怖い。地合いだと思うんです。ただね。ってことで釣れた魚がこちらでございます。ナンバゴチとギリビレ。ユッキーが釣ったマゴチと。俺や。じゃあ、ね、こいつを使ってマゴチのキムチスープ。うん、マゴチのキムチスープ、そしてキビレのチャーハン、チャーハン、このマゴチが主役となると思いきやこっちが主役っていうね。オッケー、マゴチ釣りに行ったのにでもね、キムチのスープもうまいと思う。俺マゴチさばくね。じゃあオッケー、さっきちょっと調べてたんだ、マゴチのさばく時、危ないから周りの時を先に切れって言ってた。ああ、ね、このうわすげえこれ。でここ、ここにもあるらしいけど、だいたいこういうのも切っとった方がいいです。ほんとや。まあ、顔の横ね。ああね、かっちょいい。で、鱗取りしたら、怪我しない。なるほど、かっちょいい、このトゲ。ユッキーはこれあげる。オッケー、じゃあユッキーはキビレ、キビレをさあ、キビレ鱗取っていきます。お願いします。で、こっちでキムがマゴチをさばくと、はい、こんな感じ。キムが内臓いきまーす。ほんと？お、オッケーオッケー。ということでこうですね、縦さばきですね。オッケー、めっちゃすごいな。でも頑張るよ。このなんか見た目とは裏腹ですね。魚大体そうよね。ね、見た目がね、ごっついやつはほどなんかね、味も上品やったりね。皮がね、しっかりしとらはる。かなりこんな感じじゃないですか。ほらほら、どうですか。綺麗、どうですか。綺麗感じでしょう、あ、そうそう、今回はそのスープ、キムチスープですけど、キムチスープの前にそのマゴチのアラで出汁を取ろうかな。マゴ出汁ですね。はい、これは出汁を取るための鍋に入れておきましょう。はい、お願いします。思ったほど臭くないキビレ、内臓が。今から臭いじゃないの、夏調べた。ああね、なんだろうね、かもしれんね。皮引きます。はい、おいちょっと残っちゃったね。はい、できました。はい、じゃあこれは終わり。おい、あと次お願い。めっちゃ久々なんですけど、こういう保険はいいって。どうやって捌くか覚えとらんですか。もうそこまで行くとバカやろ。いけるかな。いきますよ。はい、なるな。痛い。大丈夫、ねえねえ、大丈夫。気をつけてね。大丈夫。ニプちゃん、借ります。痛い。はい、頭。はい、そんで三枚おろしですね。はい、できっかな。ピピ、よし、ちょっとずら。よし、せーの、ドン。おお、まあ、いけてた。やったね。ういよしよしよし。よし、そしたら、この背骨で、ま、半分、三等分にお願い。よいしょ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 。3秒、1、2、3、OK、セーフセーフ。1、2、3、早いね。じゃあ、2種類の出汁全部取っていきます。はい、コテコテに煮込んでいきますからね。濃い出汁を取りたいからね。よし、まあ、こっちでお野菜をキムが切っていってくれて、はい、じゃあ全部野菜は切って、そのこれ入れますっていうので教えてもらおうかな。ああカメラは無限界。はい、こちらが誰だっけ。そりゃ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 、やらせて。ほら、すごいいい感じの色の出汁ができてますよ。ほら、なんかしっかりほんとね、もう出汁が出てる感じっぽい。魚介出汁、ラーメンとか作ってもいいのかもね。なんかさ、こういうの入ってない、こういうの。
こういうの入ってる入ってるよね、ね、入ってるよね、ちっちゃい四角みたいな入ってるよね、入ってる、はい、よかったよし、じゃあこんなもんかな、入れるくらいだったらこんなもんで、はい、はい、ネギと玉ねぎとかまぼこ、かまぼこと川口、卵見て、またこう崩してからすんごい出汁になってる、うわ、ほんとややばか、これあー、ほんとやね、知らんけど、お、はい、じゃあこしていきます、はい、うわ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 、出がらしがすごい、これはもう無駄がないぜ、ね、無駄がないぜ、白かとよ、白かとで、白かと、うわうわもう味噌汁やん、これこれもうね、すごいね、味噌なし味噌汁やん、なんて、うん、味見しながら言ってほしいかな、そこがプスッナイスタ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 、顔かかったー、顔かかった、うわー気持ちがいいじゃん、あー目にしみてたもうこれだけでも多分ね、いいスープだと思うんだ、うん、ないい、マジ、もうあの塩分とかは関係ない、その魚の出汁と思って飲んだらすごい出汁、うまっ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 、だって今現在なんかちょっとカニみたいな匂いがするよね、じゃあちょっとずつ入れて、うん、お願いします、あーはー、なるほどなるほど、あーはー、もう一回ここで味見するね、うん、あーよいしょ全部入れていい、いい、うん、ちょうどいいかもしれない、おお、これ単品やったら、うん、すんごいなんかスンドゥブーって感じってなると思うやん、なんてスンドゥブーってで、この出汁だけやったら、うん、出汁で、その中間、あ、ちょうどいいところの味、中間ってこんな感じ、スンドゥシーってなるどっちの味もする、スンドゥブーじゃん、じゃあ、炒めていきますよ、あ、お願いします、はい、しこたま軽く今強くしてます、知らんけどこれからじゃあ、オッケー、はい、玉ねぎ多いな、ね、また味見しよう、なんかもう癖になってしもうと思う、はい、で、こいつなんだっけ、ちびれ、ちびれ、ちびれを入れて火を灯しておきます、あ、上手、さすが、おっしょよし、よっこしょ、かーい、チチ入れすぎやろ、入れすぎやろ、やばあ、だからそれ、いや、意外と大丈夫と思いますよ、いや、飽きたら普通っすよ、違う、ん、米と卵がほとんど一緒です、おお、なるほど、なんか、こう入れますよ、はい、いいよ、はい、卵で入れて、で、なんか卵がほつほつ、ふつふつしてきたら入れてたんで、もう入れましょうか、なるほどね、でも、べちゃべちゃなるな、これ多分この気がする、大丈夫、また始めちゃうよ、にネギも投入、味見した方がいいかな、いや大丈夫だよ、じゃあスープはあとこれで煮立たせれば完成、完成かな、チャーハンも炒め終わったら完成です、オッケーです、はーい、さあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、あー、見に来たいわ、じゃあ、はい、はい、できたこちらがこちらです、魚を作ったとは思えない、美味しそう、これがスンドゥブ、スンドゥブスープ、はい、スンドゥブマゴチスープ、はい、で、これが、はい、キンビレチャーハン、キンビレチャーハン、キンビレチャーハン、はい、じゃあいただきます、いただきます、ありがとう、じゃあ最初、プースーかスープ、プースーですね、いただきます、はい、うわぁ魚の出汁やぼない、うまいやろ、うまい気がしとったぜ、やっぱうまっ、あ、マゴチの身がめっちゃうまい、うまあー、うん、トリンプいいじゃん、ね、ベースはやっぱベースというかキムチの味やけど、うんうんうん、しっかりこのなんやろ魚のね、うん、出汁生きとるね、これやばい、この出汁ね取っとられたらね、うん、もう味気ないと思うから、うんうんうん、うわ、これ大成功や、うまい、マジでね、ってことで今回はおいおいおいチャーハン、チャーハン、ユッキーの、ユッキーの作ってくれたチャーハン、じゃあ、いただくぜ、見た目はね100点、うん、そうかな、ベチャったベチャった、いただきます、いただきます、はい、あ、いいんじゃない、うんうん、まあまあ、あ、魚の味するよ、あの、最後にこかし醤油入れるの忘れて、味薄っ、薄いめっちゃ薄い、でもほら、スープがちょっとね、うん、濃いめの味やけんがちょうどいいぐらいじゃない、いや、ありあり、全然あり、あ、でも魚の味しますね、うん、あ、ある、
この米に一個一個まとわりついてるの全部これ、うん、キビレの身ですね。うん、ほら、この毛羽立っとる、米毛羽立っとるやん、うん、これ全部魚の身。うん、はい、てな感じで、はい、てな感じで大成功でした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかったです。美味しかったです。チャーハン、チャーハン、チャーハン、ホンホン。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。